褒めるときにはもう pretty は入れません。 Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。最近皆さんからいただいているレッスンリクエストに目を通しながらレッスンの内容とかを決めているんですけれど、今日は pretty goodという表現についてシェアしたいと思います。いただいていた質問が Pretty good と言われた時はとてもいいのか少しいいのかどちらでしょうか。実は私も SNS とかで皆さんにいろいろコメントをいただくときにたまに英語でコメントしてくださるチカ友の方がいるんですけれど、その英語でよく見る間違いが、間違いというかちょっと勘違いしているのかなって思うのが Pretty good の使い方なんです。 Pretty good、 どういう感覚の言葉だと思いますか？Pretty good. よく使われているのを見るのが、例えば私が髪の毛切った時と か、 なんか新しい洋服を着てる時とかにコメントで That looks pretty good on you. That looks pretty good on you. それ似合ってますよっていうのを言いたいと思うんですけれど、その Pretty good はまあまあいいって感じなんですよ。実はまあまあ似合ってる、褒めてくれているのは分かってるんだけど、なんかうんってちょっと複雑な気持ちになることがあります。なので Pretty good っていうのはまあまあいいっていう意味なんです。もちろん結構いいという感覚で使われることもあるんですけど、結構って言ってもなんかちょっと変じゃないですか。結構似合ってるねって、どんだけ上から目線なんだよっていう感じになってしまうので、人に何か compliment、 褒め言葉を言うときは Pretty なんちゃらっていうのはあんまり使わない方がいい気がします。強調語とかいろいろ very とか really とか so っていう強調語があると思うんですけれど、 pretty っていうのは強調語ではなくて、どちらかというと何語って言うんだろう、薄める語その言葉をちょっと柔らかくする言葉として使います。例えば誰かに誰々知ってるって聞かれた時に I know him pretty well、 I know him pretty well って言うと、まあまあ知ってるよ、わかんない、会社の人とかの話だったら I know him pretty well、 I know him well だけだとよく知ってるよになるんですけど、 pretty well っていうとまあまあ知ってるよ、断言しない時に使うような言葉です。この場合は pretty good じゃなくて pretty well、 人を知ってるっていう時に know him well っていうので well っていう言葉を使うので well になるんですけれど、この pretty っていう言葉、いろんな言葉と結構使われるんですよね。 pretty cutePretty handsome, pretty clean, pretty tall, pretty short, pretty long. The movie is pretty long. The movie is pretty long. 結構長い映画。まあまあ長いでも伝わると思うんですけど、結構とまあまあってちょっとニュアンスが違うじゃないですか。でも pretty っていうのはその言い方とかシチュエーションによって結構と捉えられる時もあるし、まあまあと捉えられる時もあるんですけれど、覚えておかなきゃいけないのは、人を褒める時には使わないとこですかね。だったらもう good だけを言っちゃう。It looks good on you って断言しちゃった方が、It looks pretty good on you って言って、まあまあ似合ってるよって、日本語で言ってもちょっと微妙な感じじゃないですか。だから人を褒める時にはもう pretty は入れません。入れるのであれば強調語を入れます。That looks really good on you. That looks very good on you. That looks so good on you.Pretty を入れるんだったら別に言わなくてもいいんじゃないかなっていうような表現になってしまいます。例えば誰かと会話していて違う人のことをなんか言うのであれば、oh, He's pretty cute とか、彼結構かっこいいよとか可愛いよみたいな感じで言うのであればいいんですけど、彼に直接 You're pretty cute 言えなくはないけれど、あんまり使わない方がいいかな。そのニュアンスをしっかり理解するまでは、自分のことを話すときは全然いいんですよ。例えば I think I did pretty good on the test yesterday. I think I did pretty good on the test yesterday. 昨日のテスト、まあまあよくできたと思うとか、 I think I did good って言うと、よくできたと思って、なんか自分を褒めてるみたいな感じになるので、自分に対して使うときにちょっと和らげるのもすごくいいです。 I think I did pretty good. まあまあ良かったと思うよ。あとは How are you doing? とか How's your day?とかって聞かれた時に挨拶の言葉の返事としても Pretty good っていうこともあります。 Good だけでももちろん以前の動画でシェアしたように全然 OK なんですけど、 Pretty good、まあまあいいよみたいな感じで言う時も結構あります。すごく簡単なレッスンだったんですけど、結構大事な内容かなと思ったのでシェアさせていただきました。もしこちらの動画が役に立ったら、ぜひいいねを押してください。なるべくそのレッスンの後に皆さんのコメントを見て、ちょっと補足的なものを書いてあるので、コメント欄は必ずチェックしてください。前回の動画は My Desk Makeover、 私のデスク周りのおすすめグッズや簡単な DIY をシェアしてます。 Oh, that makes me so happy!
ネットで自分のテーマカラー、私の場合はピンク&ゴールドを検索してみるとたくさんの画像が出てくるので、そちらからお気に入りのものをデスクトップにしてます。ごめんなさい、今回の動画は特に早かったみたいなので、次からはちょっとゆっくりめにしてみます。最近の動画では BGM の詳細を概要に記載してますので、そちらをチェックしてみてください。そして今後私を何か褒めていただくときは Pretty good じゃなくて Really good とか Very good とか So good って言ってください。それを伝えるための動画かよっていうね。Just joking. Alright guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. Bye!